久保出番なしの勝利に、スペイン紙が驚愕。スペインメディア、のチシアスデギプツコアも反応。ソシエダの久保建英派、新潟で行われた日本対カナダの親善試合に出場しなかった、久保をはじめ、板倉、三笘など、日本代表の中でも欠出した選手たちを欠いたにもかかわらず、日本チーム派解消したと驚きを持って報じている。三笘不在、久保、板倉、森田、菅原ら温存でこれ。久保三笘の二大タレントがいなくてこれだもんな。ラリーが月間 MVP の久保いなくても勝てちゃう日本。久保嫌われてる？なんで久保呼んだ？無駄に移動で疲弊させただけじゃん。インタビューできついと話してたから休ませたんだろ。懲罰？次久保ってことだよ。久保菅原派次出るから休ませたんだよ。森田とかが次のスタメンでしょ。今日敗東国試で、チュニジア戦久保国試が確定した。週末のリーグ戦とその後のチャンピオンズリーグに、間違いなく影響出るね。